どうもンです今日はですね「自分に起こることは意味がある」ということについてお話ししたいと思います。うん、えー、っとですねすごくこう小さいことというかそんなに大きなことではないすごく小さな出来事やけど今となっては今の状態の方がいいというようなことがあったんですね。 というのはですね僕がちょっと読みたい漫画があってですね「えー、グラップラーバキ」という、えー、知ってる人は知ってると思うんですけども「グラップラーバキ」というね、えー、格闘技のね、えー、漫画があるんですけどもそれを読みたいなというふうに思ってですねブックオフに行ってですねブックオフにその漫画だけを買いに行ったわけじゃないんですけども本も買いに行ったんですけどもで「グラップラーバキ」あるかなと思って探してたら えー、その「バキ」シリーズの,そのもうちょっと新しいやつはこうあったんですけども、えー、一番最初の「のグラップラーバキ」という漫画は一冊もなぜか置いてなかったか、まあ、見つけられなかったか分かんないですけどそういう状態だったんですね。で1、えー、巻ずつ増やしていってちょっとずつ読んでいこうという風に考えたんですね。そしたら、えー、買って ほんでこう楽しみに読んでいけるかなと思って考えていたんですけども、えー、見つからずほんで結局他の本を買ってですねでまあそれはその本はそれでよかったんですけどもまあグラップラーマキーは見つからへんかったなと思っててほんでちょっと経ってまあえーどれぐらいだろうな2週間ぐらいかなたった時にですねそのスマホでいろいろとこうやってた時にですね えー、その楽天のなんかポイントがたまるこれをしたらポイントがたまるっていうので漫画バングっていうバングやったかな漫画バ,バンかな,なんかそういうアプリを入れたら、えー、50ポイントやったかなんか忘れましたけどポイントがつくというところであそれはな取ろうかなと思ってそのアプリを入れてで開けたらですね 1>, その1日ごとにそのメダルっていうかそういうものがたまっていってです、ね、そのメダルの分だけは無料で読めるっていう、えー、システムになっていてです、ね、で CM を見たらまたな、えー、5話ぐらい読めるのかな全部 CM を見たらで結局9話分読めるって1日に9話分読める。えー、短い 無料で9個分読めるほんでなんかねもう一つメダルなんか違うメダルがボーナスポイントみたいに作っついてそれが1つ1話見れるとほんで結局全部で10話でそのーサービスポイントのポイント ポイントがつかなければ9話ですね。で、毎日それが読めるっていう状態なんですね。ほんで、最初の頃はずっとちょっと何話か結構連続で読めるっていう状態があったんですけども、えー、それで僕読みたかったグラップラー、バキューをですね、えー、もちろん、えー、入れてですね、ダウンロードして読んで読んでいってるっていう状態なんですけど、結局ね、それで読んだら毎日毎日その更新、そのメダルが溜まっていくんで、ずっと読み進めることができると。 お金もかからない結局無料ですね無料でずっと読める状態が続くっていうこととあとその漫画を買っていくとすごくまたかさばってですね場所を取るということになりますよね。でそういうことが全部がこうクリアになって無料で読めるだからあの時ブックオフにグラップラーバッが置いてあったらですね、えー、その漫画番組ですかそれを 読んでたかどうかっていうのがちょっと微妙なところで、そういういいものをこう自分が取り入れてたか分からなくて、こう不便な状態ですよね。やっぱり一巻一巻集めていくっていうことはね、えー、内観とかもあったりして、それをまたえ取り寄せたりとか、まあ時間もかかったり、お金もかかったりする中でですね、その2週間後にそのま漫画番号を知ることによって、一番いい感じでそのグラップラバキを読む状態を作り出すことができたということでですね、その その時ね、ブックオフでその本が、えー、自分の欲しかった本が手に入らなかったことはその時その時点では一応マイナスと捉えられることができるかもしれないんですけどもそれは意味あるマイナスであってですねマイナスその時点ではマイナスですよ、えー、全体的に見たらプラスとプラスというかいい方向へ行くためにそこにないという状態を作り出してですねほんで僕はいい状態であるそのバン漫画番組を 手に入れて読むことができる状態になったということですねでこういうことから考えるとですねその自分に起こっていることっていうのはね、えー、意味があることであるという捉え方をしたら、あのー、こう納得がいくというかそういうことの方が多いんじゃないかなと確かにこうイライラしたりいろいろしんどい思いしたりすることもあるんです のはあるんですけどもそこもねもねうちょっとこう大きな感じで見るとですねそれはちょっと意味があることであるんじゃないかなというふうに感じたりするんですよね。だから例えばその仕事でその嫌な思いをしたりとか人間関係で苦しんでですね そ,したらその苦しみをこう解消するためにどうしたらいいかと思った時に例えば仕事を辞めるっていう選択肢があった時にですね、えー、そのあと独立例えばしたとしてその独立にして自分が得られるものが大きい時にですねその時に嫌な思いをした時はその場ではですね、えー、マイナスと感じるかもしれないんですけどもその独立してその自分が得られるものが 大きなものを得られるっていうのはその嫌な思いを人間関係とかで嫌な思いをしなければですねそっち側へ行かなかったわけでその得られるものは得られなかった状態になるっていうことはですねその嫌な思いをするということ自体もですねそこに意味があってですねその人生の中にですね意味があってそれで、えー、次のその良い方向へ持って行ってくれてると。 いうことですねだからそういういこととがあるとだからその何て言うんですかねその自分の目の前に起こるその,その場だけ切り取ってマイナスのことでこうあまり思い悩むことはなくですねも思い悩んでこう落,ち落ちていくんではなくてですねそこはね、えー、精神状態しっかりこう保っていく一旦落ちてもいいですけどもちゃんと戻ってきてそのいい状態を保っておくそれが大事ですね。そううすると次にこう 自分にとってより良いものがこう来るということですね。それが結構あるんじゃないかな。僕、今の時点で言うとそういうことが結構あるんですね。人間関係でこう疎遠になった人っていうのがですね。その時はね。なんかこう人間関係疎遠になることが。 なんか辛い思いであったりとかそういうふうに感じたこともあったんですけども今となってはねそれがない方がいいですよねそのことによって自分のこうえ実力がついたりとかですね新たな人間関係ができたりとかですねえーしてますとかあとその独立前にちょっとえそのお店で。 こうちょっと嫌な思いというかそういうちょっとしんどい思いをしたんですけどもえそういう気持ちを僕は分かることができてほんで独立して今はそれがえそのことによってですねこのいろいろねえ気持ちが分かるんでその同感できるというかですねえそういう寄り添うことができる。 状態にはなりましたよね結構忘れてる部分もあるんですけども一応そういうことを経験してで他にもね僕いろいろ経験してることがあるんですけどマイナスなことでもねあるんですけどもそれがね 今後こうちょっとそのことによって生かされてくることが出てくるんかなというふうに思ってます。で僕は僕の人生をねこう今客観的に最近見るとですね、えー、後半にいいようになっていく人生が設定されているような気がしています。だから後半に行くってそっちへこういい状態に持っていくためにいろんな経験をさせていただいていると。でそここからこうずっとこうぐっとこう どういうですか突き抜けてこういい状態にこうなっていくんかなというふうなもちろんその右よ曲折というかいろんなことはその中であるとは思うんですけどもそれがえー今までの経験が下地となってですねえ軽々とこう乗り越えていく状態をこういろんな障害があってもですね乗り越えていく状態を作っていけるんじゃないかなと。そそそれは自分がその小さいいんななに大きく手 追いいにく痛で結構しんどい思いもしましたけどそういうのをこうクリアして今があるんでそういうことができている自分があるんでこれからがやっぱりこういい形になっていくんかなというふうに感じております。ということでえー、っとですね目の前に起こることは、えー、意味があると意味があるというふうに考えるということですねそういう方がいいと。 で僕はそれをすす。ごく実感してい,ていますただその目の前のそのマイナスのことにちょっと引っ張られる時もあるんですよすぐ戻るようにしたりとかんで体調を整えるようにしたりはしています。ということで今日は目の前に起こることは意味があるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。